今日はロールレタスを作りたいと思います。ロール系で言うと大体まあロールキャベツを思い浮かぶかもしれないですけど、なんか俺ロールレタスの方が好きやねんな。俺うなぎよりもアナゴの方が好きやねん。だからなんかそうやねんな、なんか俺変わってんのかな。なんかそうで、なんでロールレタスの方が好きやねんやろうって考えた時に、ロールレタスって材料がオニオンとポーク、レタス、エッグ入ってんねんな。で、これってミクロ化した場合、材料ね、ハンバーガーと変わらんのよ。で、俺ハンバーガーめちゃめちゃ好きやから。で、そもそもロールキャベツよりロールレタスの方が美味しいんちゃうかなと思って。そこ忘れてんちゃうかなと思って。ただキャベツをミクロ化または抽象化すると餃子に近いぞっていう意見もあるけど、俺はなんかハンバーガーの方が好きやから、うん、ロールレタス派やねんな。じゃあちょっと作っていきます。用意するもの、こちらですね。ミンスドミート、用意してください。圧死したオニオン、用意してください。噂によるとオニオン切るときに涙出るみたいなの聞いたことあるんですけど、俺ちょっと出たことなくて、なんかやっぱ変わってんのかなほんまに。うん、なんかTikTok とか見てたら涙出ることあんねんけど、そのいやオニオン切ってて出るかと思って、何に涙してんのかな。その生命に対する反逆心みたいなことなのかな、なんかようわからんねんけど。エッグ、用意してください。早速ブレッドパウダー入れてください。ジンジャー入れますね。これ全然知らんがなフューチャリングことぶきくんでいいので、これあちゃうわ、チューブや、すいません。知らんがなフューチャリングことぶきくんって歌出してたから、チューブさんがあれですね、チューブのやつで全然いいです。これこだわりなんですけど、ロールレタストマトで煮込む人多いと思うんですけど、それやったらもうハンバーガーでええやんけって、それお前ハンバーガーやないかいみたいな言われるんですけど、これ生姜入れることによって餃子の要素だから、この入れ替え作業、ハンバーガーと餃子のここがね楽しいよね。うん、そこのこだわり、これだけちょっと分かってください。モソルト、モソルト入れてください。ここにシュを作っていきます。これがねシュになりますので、セサミオイル入れます、ね、レタス、あらかじめケンイチしてます。あ、じゃあチンしてます。すいません、チンケンイチで覚えててすいません、間違えました。あれですね、チンや、チンしてますので、こういう風にラララします。あ、じゃあ巻きます、すいません。そう、大黒摩季さんがラララ歌ってて間違えました。ララ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 ラやっぱりって歌ってたんで。うわ、なんか可愛いなこれ、並んだらなんかこれハテナブログ映えするんじゃん。ね、これかなりハテナブログ映えするぞ。あ、水を入れます。チキンスープストック、入れてください。いただきます。うん、ベリーウマーバー、いやめちゃめちゃうまいね。レタスのシャキシャキ感と、あと豚もジューシーやしね、これはすごい。これほんま豚が光るのレタスやね。うん、確実にそうやろ。両手に空を、胸にレタスを、ビミにお別れを、言葉交わすのが苦手なビミはいつも起きてかみ。いやな、もう確実にそうなってるよね。ほんまに
うまいしエアジ、うまんつエアジ、バンドエイジ、ゆで卵でした。ゆで卵先生、俺もうバランス感覚すごいから、平均台幅10メートルのやつ、悠々いけんでって言ってましたけど、その、幅10メートルめっちゃでかいっすよ。その長さ10メートルとかはわかるんですけど、ちゃんとしてください。ごちそうさまでした。